そのまま。あ、もうこのアングルでいいですか。ここだけ気をつけてください。玉木ジャッジも OK らしいですね。角度これいいですか。どこでも。じゃあ声入ったらジャッジしてもらいましょう。サウザンドモンストバーサスケンタラのリク、勝者はどっち。サウザンドモンスト、ナイスバトル。そのコラボすごいね、やばいですね。ありがとうございます。呼び込みたいんですけども、その前に、まあ、バトルとかね始まった時にね、手拍子とかしてくれたらもっと盛り上がると思うんでね、はい、次はね手拍子とかしてみちゃいましょう。じゃあ、準決勝の最後のバトルですね、呼び込みます。アナコンダはこちらです。大阪からの刺客アナコンダ、対するはカツアノトッシー。うぅー、エビちゃん。まあ和歌山はこの中でエビちゃんだけっていうような感じなんですけどね。エビちゃん、あとだけこっちが応援多いのかなと見せかけて、そんなにかなわからないけども、やっていきましょうか。すみませんね、こんな MC でね。じゃあね、次のバトルやっていきましょうか。DJOK とのことで、じゃあ準決勝ラストバトル始めていきますよ。アナコンダ VS カツアンドトッシーバトルスタート。さあ拍手して。
玉木さん考えてありますわ。ちょっとしばしばお渡りください。やっぱり準決勝になってきたらすごく実力が均衡したバトルになってきて熱くなってきますね。結構悩みますよ結構悩みますよ。まあね、あ、まだ考えてもらう。 OK OK とのことでジャッジ下りますよ。ジャッジしてもらいましょう。アナコンダ VS カツアンドシ、勝ったのはどっち？ドロー。マスパンからドロー。さあ、じゃあ延長戦ってことですね。そうですね、ワンチームワンムーブで2でいきましょうか。だから1人ワンブレイカーワンムーブでお願いします。ルーティンもありですよ。ない。ないで、ないです。なし、OK。 さあ、DJ さんが用意次第。お、もうできた、できた、できた。さすが、さすがっす。行きましょうか。準決勝延長戦いきますよ。アナコンダ VS カツアンドシ準決勝延長戦スタート。
最高の試合でした。ありがとうございます。それでは延長戦ジャッジしてもらいましょう。アナコンダ VS カツアナトシ、勝者はどっち？どうぞ。Yeah.
勝者は、サウザンダのホスト VS カッツ&トッシーです。スマッシュコーンはどえらいことになりましたね。